広瀬文香と申します。2歳と5歳の子供と夫の4人家族です。以前は保育園で栄養士の仕事をしていて、職場の人間関係でストレスがたまり体調を壊したので退職いたしました。でその後結婚してからはずっと専業主婦で10年以上仕事はしていません。私は、仕事柄栄養士をしていたので健康に一番気をつけています。で、主人がお金の管理をしているので家のお金だけでは賄えずに自分の貯金を切り崩し続けていました。でこのままでは貯金がどんどん底をついてきてしまったので家族の健康を守れなくなると思いセミナーを受ける決心をいたしました。私はビジネス未経験だったのでまず台本があるというところに一番魅力を感じました。であとはサポート体制も整っているということとメンターさんがついて指導してくださるというところにすごく魅力を感じました。あとは在宅で隙間時間に仕事ができるということで子供がまだ小さくて私にはちょっと預ける選択肢はなかったので家で仕事ができることにとても感謝しております。私はビジネスブロックがあったのでなかなかビジネスをしてるって公開できなかったんですけれどもそのビジネスブロックも乗り越えて半年目に初めて収入をいただきました。でその後3ヶ月連続で成約させていただいて月収70万円ほどいただきました。私は自分に自信がなくて自己肯定感がとても低かったのですがウィナーズクラブにはマインドセットっていうものがあってそれを毎日繰り返していると不思議と行動ができてきたんですね。でそれで自分に自信がついて自己肯定感も上がりました。で収入を得たのも嬉しかったんですけれども私は本当に自分に自信がついたのが一番嬉しかったです。私のようにビジネスが未経験の方やずっと専業主婦で仕事をしてなかった方などにすごくおすすめしたいです。ウィナーズクラブには素晴らしいコンテンツとギブの精神を持った素晴らしい方あと素晴らしい先生方がいるのでとても感謝しています。で、私のようにあと自己肯定感の低い方にもとても自信がない方にもおすすめします。私はこれまでたくさんの仲間や先生方に助けられてきました。で、人は一人では成功できません。前に進みたい方にはぜひこのウィナーズクラブをとてもおすすめしたいです。ぜひ私たちと一緒に頑張って前に進みましょう。